改めましてこんばんは、我が楽器バンドです。初めましての方は初めまして、私たち今 3回目の我が楽器バンドっていうことでやってるんですけど、字を書いてきました。あ、私が書いたわけじゃないんですけど、うまいでしょこれは書いてもらったものなんですけれど、まあ和楽器バンドさんのコピーということで和風の和の字を入れたかったんですが、その時私たちの中に和楽器ができるものが大丈夫ですか誰もいなくてということで、楽器バンドさんは琴や三味線や尺八を使っているんですけど、それらがまあできます、の楽器がいないのでギターとピアノでちょっとカバーでしてきました。その時にはすごくヒロさんにお世話になりました。ありがとうございます。ミミコピの神ですよねで、今回3回目初めて我が楽器バンドに琴が入ることになりました。紹介します。琴のコウスケくんです。ありがとうございます。いや、琴も今ギターもチューニングしてるんですけれど、まあ、チューニングのようなものが必要ということで、なんか超弦っていうらしいんですけど、超弦が必要なんですね。超弦ってやっぱすごく時間かかったりとかするんですか？13個、今回の曲は曲によって一つずつ全部調弦が違うので、一曲一曲13個全部変えるので結構時間かかります。で、本当の和楽器バンドのでことやってる胃袋なんとかさんは、ヒロさんは25弦ごとっていうことを使ってるんですけど、普通の一般的なことは弦が13本しかないので、だからこう頑張ってこう。こんな感じで音を変化させて13本の弦で25個の音を出すように頑張っております。弦が足りないのにやっぱそれに近づけるためにやっぱ大変なんですね。いや、琴ってかなり昔からある楽器っていうことで結構歴史が古そうですけど、その辺どうなんですか？日本では琴の原型ってされているものが弥生時代後期からあります。もともと中国から伝わってきたものなんで、すごいもう本当に初弦に遡れば本当にもう何千年前からある楽器ですね。すごいですね、何千年前。琴って何かの動物に例えられるらしいんですけど、何の動物かご存知ですか？何でしょう？それマジで知らんねん。なんだろう、琴だから長い動物。キリン、ゾウ、キリンか。そう、わかんないですけど。さて、何の動物なんでしょうね。正解を教えていただいてもいいでしょうか？もう正解ですか？答えは竜です。これ、琴本体は竜の祖国の動物なんですけど、こっちが竜の頭で、こっちが竜の尻尾っていう風になってて、昔からすごい神聖な楽器として、ちょっと他の楽器とは別格な扱いを受けてきた不思議な楽器でございます。すごいですね、竜とかかっこいいですね。じゃあ落ちました。新鮮な楽器だ。はい、じゃあ次の曲のタイトルコールをお願いします。次の曲もすごく琴のメロディーが素敵な曲なので聴、いていただきたいです。郷愁の空。青と地底を
星月よ。